Sí, buenos días. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Hi, Ohio. Este es Jorge Carrasco. これはホルヘ・カラスコです。En Estudios Bíblicos. 聖書研究では。En busca de la verdad. 真実を求めて。Los invito al segundo audiobook. Los invito al segundo audiobook. 私はあなたを2番目のオーディオに招待します。Sacrificios, holocaustos, ritos y culto. ホロコーストの儀式と崇拝を犠牲にする。Del libro Levítico. レビへの本紀行から。En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 聖霊の息子の父の名によって。真実の検索で聖書研究、ホルヘ・カラスコが司祭ナディーム・スライモン、エソ・マリ・ロス・シュメイラ、ジョシュア、Facebook と共有ビデオで私たちを見つけるには、それを自由得る次に充電マタイ18の自由を与える2017-10月12日は終了しました2018-5月27日。レビキはサクリファイ儀式の三方の承認の本。犠牲三定義と擁護集の儀式の法律パート1は別のオーディオブックで、これはパート2の3の他のオーディオブックレビキブック儀式犠牲やカルト、その他のオーディオブックにはボディと私たちの主イエスキリストの血は別のオーディオブックの上のパート3の3、モーゼスにいいと呼ばれるタバーナキルから彼の話、レビキ11ヤーウェでエジプト記19:3時に、モーゼスが神だったが彼に呼び出された神の山からと言って従って、ズオシャルとナイのヤコブの家にと言い、イスラエルの子供たちに伝えます。でエジプト記25:20に私は慈悲を、シートの上からを満たしているが証言のアークには2つのチェラビムズの間から番号789とモーゼスを入力するとタバーナキル一時的なものになったのはブックプリピスキャトリ証言の船の上にいましたから音声を彼に話して3つのケルビムの真ん中に聞いた彼の話をしている。レビキ1に和のイスラエルの子供といあなたを提供しているのを、ヤハウェの前に存在する場合には、牛や羊は彼の提供されたという言い訳です。レビキ22:18-19アーロンのイスラエル共和国のすべての子供たちは、原則を話し彼の息子たちを呼び、イスラエルの家のすべての人、またはイスラエル在住のプロスサライツいうすべての投票のために、またはホロコーストのヤハウェの前に紹介されているすべてのは、自社の提供していることによって、彼の提供を送信するにはでは、汚点ではなくオスの羊のブロックのまたはのを受け入れています。ヤギ。マーク7:11-13しかし、あなたが言うには誰かが言うには父親、または母親の場合は、当社の製品が私から得るものにすることができ彼らの。父やその母のために何かをしないでください。このための
伝統のための神の言葉を拒否するには送信されたことがありこれに類似した多くのことをしています。レビキ3彼の提供のブルーズホロコーストには欠陥のないそれは男性の場合にもそれはタバーナキルの入り口に包みでする及び提供することはヤハウェの存在が受け入れられ場所のあなたの彼の提供の頭の上に手を彼のために償いをすることを認めなければならないと彼はヤハウェアーロンの息子の前にお牛を犠牲にして司祭は祭壇の上に吹きつけて周りには入場料が含まれていますタバーナキルにして血をもたらすものとしますレビキ11:1祭壇の端にヤハウェの前にはアセンブリ全体北側でアーロンの息子たちは司祭は祭壇の上に巻かれていて血液にしなければならない周りにしていますレビキ3にエントランスはタバーナキルを彼の顧客に提供し犠牲になるのは頭の上には彼の手に配置され聖職者のアーロンの息子の祭壇には血を振りかけなければならない周りにしています。レビキ7:11これはヤハウェに提供されている平和の犠牲の方。ヘブライ12:24イエス・キリストは新しい契約の仲介者とのアベルよりも良好なことを話し彼の血の吹き付けをしています。ピーター1:1文字の神の父は精神のサンクタファケーションから従順で事前に把握していて選ばれたのはイエス・キリストは優美さと平和のために血を振りかけて乗算。レビキ16:13そして彼剥がすその部分を火災によって行われたアーロンの息子たちは司祭は祭壇の上に置き火の中にカットしなければならない火でログを配置します。アーロンの息子のご僧侶はパーツはヘッド及びヒノキには祭壇には脂肪配置されています。しかし水は内臓と足を洗ったです。司祭は祭壇の上のすべての提出しなければならないそれは焦げを提供するには甘いヤハウェを味わうのを提供しています。ホロコーストのためのあなたの製品は、羊やヤギの群れには欠陥のない男性が存在します祭壇の両端に、ヤハウェの前に北朝鮮側の全アセンブリ及びアーロンの息子たちは、司祭はスプリンクルの祭壇には血と周りにしています。それは頭部と一緒にその部分にカットし脂肪及び司祭に火が火に入れようとしなければならない場合は祭壇の上にあります。しかし水で洗いやしないぞ及び司祭は送信するには祭壇に提供しなければならない。それは焦げを提供するには甘いヤハウェを味わうのを提供しています。ヤハウェは彼の中心にジェネシス8:21神とノアの契約を作るをヤハウェの楽しい香りを感知柔らかな香りと述べた彼の幼年期から人の心の傾向を人間のために地面には呪いが悪に向かって私はエコーとしての生活のすべてのことを傷つけることはありません。で、エジプト記29:18図をシャルとない祭壇に全体のメモリを提供しています。それはヤハウェの犠牲に収め、ヤハウェに甘い味わいの焼きを提供しています。番号15:4本を7時にヤハウェは彼の製品を提示するのは、オイルの品の4分の1を混合して、
小麦粉の床の時代の10分の1の制度を提供しますと、店主のワイン貧畜ホロコーストまたはカクラムの犠牲が存在しています、またはラムでワイン巣を提供しています。ダムの代わりに油の品の3番目の部分に溶け込みよい小麦粉のイーファのわずか10分の3として準備していますと、店主のワインは品の甘いのヤハウェを堪能する3番目のパーツを提供しています。表示される番号を2811の本を13、各月の初めに、ホロコーストのでは、各月の初めに焦げた匂いを、ヤハウェの3つの製品を強要しメモリ及び最初の年の汚点のない7つらむずます。各ブルの3つの製品を提供し、オイルを煮つのメモリのことで油に混じって、小麦粉のイーファの割に混じって、細かい粉の時代の10分の1とします。各用にクラム肉を使用して、石油製品を提供し溶け込みよい小麦粉のイーファの10分の1である。それは完全なホロコーストヤハウェの前に甘いものを、お楽しみいただけます。第2コリントに14-17ですが、おかげで常にキリストの勝利を我々に与えてくれているすべての場所で、マニフェスト自体は米国での彼の知識を存分に堪能する神であるして、私たちは神としてその中にキリストを通して楽しいことが保存されている。失われたそれらの中の匂いがします。これらは、死は、死の他には、生命という言い訳の人生の味わいという、これらのことながら味わいますか？私たちは、他のようではありません。理由は、彼らは、神の言葉ではなく、薄め真理によれば、私たちは、神からの話はキリストにおける神の前にしています。レビキ1:14、ヤハウェを彼の提供中の鳥は、ホロコーストの時はタートルダブス、または小さな鳩が彼を提供しているヤハウェを持ってくる。創世記15:6-11、アブラハムは神の相続人及び、エイブラム神と考えられているのだろうと考えて、それを正義であるとみなされていった私は、ヤハウェのカルデスのウルの持ってきたことは、この土地の所有物を取るためにを与えることを呼び、エイブラム求められていました。ヤーウェ人の継承をする方法を私は知っているのですかと、彼は3年の子牛を取り、3年前にはラム、タートルダブ、バトを応答します。ヤハウェ・アブラハムの相続人への約束及びそれらのすべてを3つの等しい部分に分割し、他の前に手を置いていますが、鳥たちは出発しないと、体上の獲物を、需要の鳥はアブラハムによって離れた場所に移動したとき、レビキ5:7は、羊のために十分なを持っていない場合は、彼らの罪は、5つの製品は罪を提供し、ホロコーストのように、タートルダブスに妻たは2つの小さな鳩には、レビキ12:8、しかし羊にクラム肉を持参した方が十分でない場合は、彼らは2つタートルダブス、または2つの小さな鳩材を提供し、燃やされたを提供するために、他の5つは提供することは、司祭が彼女のために食材しなければならないし、きれいにします。ルカによる福音書2:22-24、イエスは、モーセの法律によれば、寺ではそれらの浄化の日の終わりで発表されたが、
ヤハウェ法で書かれたようにそこはその配列ではヤハウェの聖と呼ばれるすべてのオスヤハウェはタートルダブスペアまたは3つの小さな歯とは法に記載されている犠牲を提供イエスキリストは寺院で開催されました。でエジプト記13日のファーステボーンの奉献をヤハウェモーセに言った神の加護を祈るという言い訳は私のすべてのファーステボーンますすべてはイスラエルは両方の男性と家畜の子供たちの間では子宮の中にはその存在は私のものです。でエジプト記13-12何時のヤハウェのように配列することもありません。すべてを所有している家畜のファーステボーン男性はヤハウェにあるすべてのファーステボーンシャルとなります。番号33すべてのファーステボーンが所属しているのはなぜか私の本を。私はイスラエルの子供たちの間で男性からのエジプトの地のすべてのファーステボーンが死亡した日に動物をすべて。ファーステボーンは私のためにしなければならない私は。ヤハウェエム私に捧げます。番号82-17のブックはリバイツの奉献はその前にヤハウェとイスラエルの子供はリバイツが存在している彼らの手はリバイツにしておきます。アーロンはリバイツを治めヤハウェはイスラエルの子供たちの存在ではヤハウェの部を実施する前と同じように扱っています。次に、リバイツを強要し自分の罪のために提供しています。別の焦げをヤハウェ提供にリバイツの食材として、現在の5つの頭の上に手を置かなければならない。すぐにはヤハウェを治め、イスラエルの子供たちの間からリーバイツが独立したとしてアーロン及び彼の息子の前に使う前に、リーバイツが存在してリーバイツこの後私のものには、リーバイツはタバーナキル一時的なものでミニスタードを入力して、彼らはイスラエルの子供たちの間では現在発生しているとして配信されましたが純粋なとはヤハウェのプレゼンスの提供として専用に私は私がマトリックスイスラエルのすべての子供たちのファーステボーンのイスラエルの子供たちのすべてのファーステボーン私のものなのかその理由は人間と動物のすべての代わりに私のための私の非エジプトの土地ですべてファーステボーンし私は捧げを私にしています。レビ記1:15-17には司祭は祭壇に向かいヘッドカットをオフにして祭壇の上に提供すること、そして地は祭壇の横に周りに絞ります。祭壇の私は飲み込まれてしまったもので灰の代わりに預金することに加えてトリミングカットイーストサイド、それは彼らの翼の真っ只中にスプリットがありませんし、司祭は上の火は木製の祭壇で提供しています。それは焦げた。甘いヤハウェを味わうのを提供している。Gracias por escuchar. 聞くことありがとう。Que Dios los bendiga. 神様があなたを祝福してください。Este es Jorge Carrasco. Jorge Carrasco. Y los invito al tercer audiobook.
私はあなたを3番目のオーディオに招待します。En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 聖霊の御子の父の父の名によって。